おそ松、スペイン代表16歳ヤマルが労働規則違反に引っかかってしまった模様。皆さん、こんにちは。ミンサカニュースです。現在、欧州ではユーロ2024、アメリカ大陸ではコパアメリカが真っ最中となっていますが、ユーロ史上最年少出場を果たしたスペイン代表16歳のラミン・ヤマル選手がどうやらドイツの労働規則に引っかかってしまったようですので、今回はそちらについて見ていきたいと思います。記事はトースポウェブから。欧州選手権1次リーグ B 組最終戦、24日日本時間25日、ドイツ・デュッセルドルフ。すでに決勝トーナメント進出を決めているスペインはアルバニアに1-0で勝利し、3連勝と首位で死の組を突破した。前半13分にフォワードフェラントーレス、24バルセロナが決めたゴールを守りきった中、意外な問題が浮上した。ドイツ紙ビルドによると、スペインはフォワードラミン・ヤマル16、バルセロナが未成年であることでチームに制裁が科される可能性が出てきた。開催国ドイツの労働規則では18歳未満は午後8時以降に働くことが禁止されている中、アスリートは午後11時までに緩和されている。試合は午後10時45分頃に終了しているものの、シャワーを浴び取材に応じるなど選手として行う様々な行動も仕事に含まれるという。そこで法律に違反していると判断されれば、最大300万ユーロ、約5億1000万円の罰金を科されるケースも出てくる。ただ、スペイン紙アスは、当局はスポーツ界における、この事例に対してまだ処置を講じていない、と伝えている。今大会には、フランスミッドフィルダー、ワレンザ・イール・エムリ、パリ・サンジェルマンをはじめ、4人の10代選手が登録されているが、いずれも18歳以上、規定違反に当たるのはヤマルだけとあって、今後の動向が注目される。このように報じています。日本で言えば労働基準法違反にあたる規則違反のようですね。試合は午後10時45分頃に終了しているものの、シャワーを浴び、その後のインタビューなども仕事に含まれるということで、開催地ドイツの法とはいえ、スペインサッカー協会の人はそのあたりを管理する人はいなかったのか。正直ちょっとずさんさを感じてしまいます。では次に、この件に対するネットの反応を見ていきましょう。まあ規則は規則だからね。これとは別に、18歳未満の大人の試合への出場は禁止にしてほしい。体が完成していない成長期の子が大人と試合することは怪我のリスクが高すぎる。工業上の都合だから受益者が負担するべきだろうね。それがUEFAなのか RFEF なのかは知らんけど。試合中に乱入してくる人たちの方がもっと罪深いと思うけど、あっちにこそ罰金しなきゃいけないんじゃない。労働規則の話よりスペインの A 代表に16歳で選ばれてる選手がいるってことの方が驚きだわ。ドイツの労働規則だから認知してなかったのでしょうかね。でも誰か調べればよかったのにと思います。スペイン代表に16歳がいると分かってて試合にも出てるんだから、こうなる前に開催国の関係者が教えてあげてもよかったのでは。スペインあるある、若手がプロの試合に早くから出て体を壊す。16歳で A 代表になることでこういう影響が出るとはね。シャワーも浴びずにメディアは無視して即帰宅すりゃ問題ない。厳しすぎるし、チーム側も誰も理解してなかったのか、仕事できるやっついないのか。試合終了時間が時間内に収まれば OK って思ってたんじゃね。それだと選手入場の時のエスコートキッズも問題になる。あれは給料出ないから問題ないでしょ。これは罰金どころかスペイン代表は敗退扱いにして、繰り上がりでクロアチア1位通過でよい。さまざまな声があるようですね。今回はあくまで試合中の問題ではなく、試合後のインタビューが行われた時間に問題があったため、このあたりはチームの誰かがきちんと管理していれば問題ない話。それにしても、事前に対象者のいる国に、UEFAから対象国のサッカー協会に情報とかは入っていなかったのでしょうか。対象となる選手はどうやら全出場選手の中でただ一人ヤマル選手だけのようですけどね。何かお粗末さを感じてしまいますね。
ここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。もしよろしければチャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると今後の動画制作の励みとなります。ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。